いつもご視聴ありがとうございます。ここは岐阜市三田洞の長良川ふれあいの森三田洞駐車場です。結構広い駐車場ですね。ここに車を止めて岐阜市で一番高いと言われる百々ヶ峰を登っていきます。登った日は、令和6年9月17日、いい天気の日でした。まあ、初めて登るので、一番簡単そうなルートで登っていきます。まあ、神社がありましたので、少しお邪魔しました。宝鏡印刀などに由緒らしきことが書いてありました。舗装されている道なので登りやすいですが、まあ、分岐点があるので、まあ、体力や、ね、気分でルートを選択できますね。まあ、今回はね、舗装されている道を選んだのでいろいろな景色を見ながらゆっくり登りました。池にはね、大きな鯉がいました。結構人懐っこいのか、すぐ寄ってきてくれました。この滑り止めはありがたかったです。橋もいい雰囲気ですよね。休憩するところもたくさんあるので、まあ、本当に自分のペースでね、登っていけますね。スマホで撮っているのですが、まあそうですね、気温にもよるんですけれども、長時間録画をするとスマホが熱くなってしまうので、まあ、短時間のね、動画をつなげていますね。三田洞展望広場ですね。本巣市や山形市、岐阜市北部が眺めれます。平日でしたが、たくさんの方がね、登山をしていました。舗装されているルートだと木々の隙間から遠くが眺めれます。このトイレのあるところから、長良古津に、降りていけそうでしたが、まあ、今回はね、展望台に行きたいのでここから少しだけ山道を登っていきます。まあ、ゆっくり登ったのでね、疲れることはなかったですね。岐阜市阿久谷方面ですね。たまにショートカットができる道がありますが、まあ、体力にね、あまり自信がないのでショートカットはせず、普通のルートでね、登っていきました。ここは頂上ですね。標高 417.9m、 良いな天狗と覚えました。まあ、曇ってはいるんですけれども、まあ、木曽川や金華山、長良川ははっきり見えましたね。帰りはね、ルートを変えました。こちらはね、いい雰囲気が味わえました。まあ、地図が読めたり、アプリを入れるなりしたら、寄り道をしてみたいですね。
やっぱりね、準備は大切ですよね。この樹木の名は？というクイズがありました。キノコを撮影している方と出会いがありました。なのでキノコからの山道みたいな感じでちょっと遊んでみました。これは今降りてきた道ですね。で、登ってきた舗装道で、これから降りていく道ですね。この道を降りると三田洞展望広場に出ます。もう少しで駐車場なんですが、三田洞展望広場1500メートル、展望東屋850メートルと書いてあったので、半分ちょいの距離なら楽勝かなと思って行ったはいいんですが、勾配がね、結構あったのできつかったですね。東屋でね、しっかり休憩をしてから景色を見ました。最後に野木の広場に寄りました。トンボが飛んでましたので、なんとなく秋を感じました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。そしゃ、次回もご視聴くださいね。